例えば、こちらだとアルミの鍋、テフロンの鍋、今日使うのは中華鍋。この中華鍋の特徴が、火を入れた時に熱なので、すぐ火が入るんですよ。で、今度火を消すと冷めやすい。で、例えばのグリーンオイルを入れて、ニンニクと唐辛子を入れた時に、中華鍋でやると、弱火でやらないと焦げちゃうんですよ。ですけど、中華鍋でやると割とすぐ入って火を止めれば食べてくれると。で、テフロンだと火を入るまでにちょっと時間がかかってしまって、止めても余熱で火が入るので、逆に言うと本来テフロンの方が焦げにくいよって言われるんですけど、ニンニクが焦げやすくなっちゃうという、難点があって、中華鍋をに入れるものがニンニクと唐辛子を入れます。これをちょっと入れられますか。はい、はい、これね、はい、1、2、3、4、5粒。はい、はい、入りました。パパいける？一緒にやろうか。うん、あ、でもこうですよ。そしたらもうね、これで OK なので、このままでいいですか。あ、じゃあ火も火切っちゃっていいですか。あ、ココちゃんありがとう。はい、ありがとう。はい、両手だったらいけると思います。はい、じゃあそこに行って、じゃあそれをいっぱい入れてあげようかな。はい、ちょっとやってみます。はい、そうですね。じゃあ、でもこれでこうやってね、こうやってね、いや、でもこうやって、これでもいいんですよね。いいですか。じゃあ、これを入れてあげて。火は止めるんでしたっけ、こっちは。あ、もうそのままでいいですよ。はい、ですか。そのままじゃあ入れてあげて。いる？こっちは。はい、じゃあ、ありがとう。もうちょっと火を強めにします。はい。もっともっと言ってる。じゃあ、今度お父さんの作るのちょっと手伝って。パッちゃん、いける？ちょっと難しいかな。はい、ちょっと難しい。ちょっとお手伝いしたいですね。すいません、お願いします。はい、ありがとう。つまみでした。はい、そうですね。ちょっとつまみでパセリを上に入れて完成します。やったー、ありがとうございます。あー、できたー。いきますよ。わー、いい匂い。はい、できたー。できたー。すごい。すごい。
ごい綺麗だよ。すごい。色が出てるね。ね、それぞれの。でしょ。戻りました。できましたね。すごいね。これからまたね、食べるの楽しみだね。ね。できました。できました。すごい。うわあ、美しいね。ね。めっちゃ感動。どう？美味しい？いただきます。いただきます。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画を見ていいな、楽しそうだななんて思っていただけたら、チャンネル登録と高評価、コメントなどいただけるととっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。パパどう？美味しい。すごい美味しかったね。もうすぐあっという間になくなっちゃいましたね。本当じゃん。それだけ美味しかったです、ね、みんなでね、やっぱり一緒に、ね、作ったりすると、うん、余計に美味しかった、うん、ありがとう。